英雄たちの高校。では戦場に愛を刻みに参りましょう。物の不要、無駄死にするんじゃないよ。おお、やるじゃねえか。砦を落とせば準備完了ですかね。執着至極に存ずる。制圧できたようじゃな。こたびはわしも伏兵に甘んじてやるわ。一通りの準備はできたかの。どれ、罠にかかりに行こうかね。やだ、死にたい。バカなやつ、貴様ら全てここで粉砕してくれる。バカどもよ、召してくれ。物の不要、無駄死にするんじゃないよ。さて、ぼちぼちこらえだ。ドアホードも残らず打ち取りやがれ。ふーん、わらわも頑張るのじゃ。どこから来やがった。しまった。
なんだこいつ、手がつけられねえ。数が足りんぞ、どんどん送れ。かかってくれちゃったね。責任ある立場にふさわしいご活躍です。手本として私も習いましょう。へえ、やるじゃないですか。下を死なせないようお願いしますよ。無体でしたか。やっ執着至極に存ずる。よし、この無敵の体に挑もうてか。清盛さんほど強くないか。おことの軍略まことに無双、貝の虎もびっくりじゃよ。ん、良きものの不要、無駄死にするんじゃないよ。ちょっとちょっと、これ以上先に行かれると困るんだけど。あの空を通したらあかんねんな。アキちゃん、うちもやったんで。先に大事な人でもおるのかの。おことを倒して前に行っちゃうかね。今回は前に行かないとねえぞ。さあ覚悟しやがれ。それぞ愛ある戦、御前の薫陶魂に刻みました。ここで援軍とは憎いね。俺の心も行動も闇通してやる。なんだか疲れちゃった。バイバイ。おお、ごせんだよ。もうダメかと思った。やるじゃないですか。下を死なせないようお願いしますよ。
愚かしきかな、わらわと争うなど。口惜しや、わらわが人の子なぞに。愛あればこそ勝てたのでしょう。鏡面にひびが入る。綾の思い、ほうほう、おっ